津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回は片田ミニバスケットボールクラブを紹介します。ただミニバスケットボールクラブは市内の小学1年生から6年生が活動するバスケットチームです。現在はただ小学校の体育館を中心に男子女子合わせて28人で活動しています。こんにちは、片田ミニバスケットボールクラブ監督の河合澄人です。片田ミニバスケットボールクラブは今年で創立30周年を迎える伝統あるクラブです。今までにおよそ300人の卒団生を送り出しています。片田ミニバスのモットーは何期にも掲げているように前へです。反省することを忘れずに後ろ向きでなく前を見つめ前進するために練習と努力をし続けるチームであることを大切にしています。またバスケットボールの技術はもちろん、夏にはキャンプ、冬にはお楽しみ会など保護者も一体となった活動も行っています。片田ミニバスケットボールクラブの練習は片田小学校の体育館で、平日は火曜日と金曜日、休日は土曜日、日曜日に行っています。普段は男子と女子に分かれて基礎トレーニングやドリブルワーク、練習、シュート練習などをしています。ドリブルワークはバスケの基礎であるドリブルを上達するための練習です。ボールが手に馴染むようにいろいろなパターンを練習します。シュート練習ではいろいろな試合場面を想定し、綺麗なフォームを意識したシュートや走りながらシュートするレイアップなどをしています。この日練習の最後に行ったのは3対3で行うミニゲームです。バスケットボールはオフェンスとディフェンスが瞬時に入れ替わるスポーツです。常にボールの行方を予測し、ボールを手にした時にパスやシュートを即時に判断しなければなりません。クラブでは定期的に市内や県内の大会に出場しています。今は2月に開催する片田ミニ招待試合の KMB 交換会と4月に行われる新人戦に向け日々練習を頑張っています。こんにちは、片田ミニバスケットボールクラブ男子キャプテンの赤嶺イヴァンです。僕たちは前へを合言葉に、みんなが前へ走りスピードで輝けるチームを目指しています。その中で僕はキャプテンとして、学年の小さい子も楽しく練習できる雰囲気作りを心がけています。みんなが声を掛け合って明るく元気なチームです。僕の憧れの選手はアメリカのプロバスケットボールリーグの NBA で活躍しているデイミアン・リラード選手です。リラード選手のように勝負どころでシュートが決められるようになりたいです。こんにちは、片田ミニバスケットボールクラブ男子副キャプテンの今井俊です。僕は試合をしている時が一番楽しいです。
ディフェンスではシュートを打たれないように、オフェンスではシュートを1本でも多く決めるように心がけています。試合に勝つためにキャプテンと協力し、チームみんなで1つでも多く勝つようにしたいです。こんにちは、カタダミニバスケットボールクラブ女子キャプテンの北村春日です。女子の13人は市内4つの小学校から5年生以下の子どもが集まり活動しています。現在の女子チームは全体的に身長が低いため、走って勝つことを目標にしていて、日々コーチや監督からアドバイスを受け練習を頑張っています。練習ではきつく苦しい時もありますが、楽しむことも忘れずに笑顔で声を出してみんなで支え合いながら一丸となって取り組んでいます。私はキャプテンとしてどんな時も声を出してチームを勝利に導いていきたいです。カタダミニバスケットボールクラブ女子副キャプテンの倉田優です。今の女子チームは小柄なメンバーが多いので、あまりリバウンドが取れないことが弱点です。リバウンドを取るために私たちはスクリーンアウトに力を入れています。スクリーンアウトとはリバウンドの際にボールの落下地点に入れないように相手を押し出すことです。スクリーンアウトの練習をしてリバウンドが取れるようになれば、ディフェンスの時には失点を防ぎ、オフェンスの時には得点のチャンスが生まれるので、みんなで頑張って練習をしたいです。こんにちは、カタダミニバスケットボールクラブカタダ小6年生の永田翔吾です。指導者へ一言、いつもバスケットを教えてくれてありがとうございます。こんにちは、カタダミニバスケットボールクラブ三里農家4年生の今井心音です。パパママコーチへ一言、いつも分かりやすく教えてくれてありがとうございます。こんにちは、カタダミニバスケットボールクラブ櫛形小5年生の西畑優希です。家族へ一言、いつも応援ありがとうございます。試合に勝てるよう頑張ります。こんにちは、カタダミニバスケットボールクラブカタダ小4年生の小原瑞希です。保護者一言、いつも試合の応援に来てくれたり練習の時見守ってくれてありがとうございます。現在カタダミニバスケットボールクラブでは新規メンバーを募集しています。現在の入団の条件は成功中学校区内の小学校と三里の丘学園に通う小学1年生から5年生までの児童です。練習場所は主にカタダ小学校の体育館で、練習日は平日は火曜日と金曜日、休日は土曜日、日曜日です。体を動かすことが好きでバスケットに少しでも興味があれば、気軽に見学や体験に来てください。